はい、皆さんこんにちは、ドットリキングダムです。今日も元気にサカツクやっていきましょう。ということで本日はこちらですね。はい、最強のライアンギグスの作り方をお話をしていきたいというふうに思います。はい、まずこちらのライアンギグス、使用感は前回お話しした通り、そしてですね、あの後、やはり5凸してジャックナイフ見ていこうと、動きを確認したところ間違いなく強かったので、もう5凸していきました。はい、で、まずスキルから見ていきたいと思います。はい、スキルはですね、まず一つ目はシュートスキルを載せることをお勧めいたします。基本的に、サイドの選手で使っても、トップ下で使ってもですね、やはりシュートスキルっていうのは、2つ抽選で、つけていきたいので、ブレイブシュート非常に優秀なんですけども、もう一つですね、ランアップシュートを載せてるという感じですね。で、ここのポイントなのが、何でもいいかっていうと、テクニカルシュートとか、ピンポイントシュートとか、シンプルなシュート特大アップのシュートスキルの場合は、ちょっと載せるのは、ストップした方がいいのかなというふうに思います。っていうのは何でかっていうと、このランク A の SP ブレイブシュートの方が優秀になるんですね、その場合。でただ、スキルの発動抽選っていうのは S ランクから抽選になりますので、そうすると、S ランクのテクニカルシュート、ピンポイントシュート、それから、そういったシュート特大アップの、スキルを入れるとですね、このブレイブシュートの発動率が下がってしまいます。なのでそういったシュートを乗せるときはちょっと乗せるのを待ってですね、で今ってこういったランアップシュートとかって、無料で手に入る時代なんですよ。無課金でも美課金でももう関係なく、ランアップシュートとかグリーントシュートとか、優秀なシュート、エレガントシュートとか、そういったシュートって、もうすでに無料で手に入る時代になってます。もう一つのアカウントの無課キングダムの方も、同じく優秀なボンバーヘッドとか、エレガントシュートとか、無料のガチャでどんどん手に入っているような状態なので、このライアンギグスにシュートスキルを載せるときは必ずですね、優秀な複合、バフ複合の、スキルを載せるようにしましょう。そうしないと優秀なシュートのスキルの方が発動抽選が後回しになってしまいます。はい、でランアップシュートを選んでいる理由なんですけども、シンプルにこのライアンギグスの、基礎ステータスで一番高いところはどこかっていうと、シュートとドリブルなんですね。なのでバフをかけるのであれば、一番、素のかけるところのステータスが高いものにかけた方が、伸び率、このスキルの上昇っていうのはパーセントでかかっていきますので、特大アップのパーセントがもともと素のステータスが、5000近い、4400ですね、4480のシュートに乗ってくるってなると、かなり大きく上昇することができるので、そういった意味でライアンギグスにはぴったりなのがこのランアップシュートかなというふうに思います。でこのランアップシュートは、無料で手に入った川本鬼重から移植しました。はい、なので、そこまで、ゲットするのが難しいスキルではありませんので、この後もですね、3周年でいろんな、チャンスがあると思いますので、こういったランアップシュートとか、あと他には今だったら南野選手ですね、10連無料毎日来てますので、そこで当たったら、南野選手のエレガントシュートは3つのステータスに上昇がかかってきますので、そういった、シュートっていうのを積んでいくことをお勧めします。ただですね、例えば、キープが上がるもの、エレガントシュートもそうだと思うんですけど、キープが上がるものとかだったら、基礎のステータスが1071しかないので、1071に特大アップがかかった時の上昇率と、例えば特大アップが、例えば 0.4%、40%、
上昇だとすると、キープ力は約400ぐらいしか上がらないのに対して、シュートが、まあもう仮に5000だとしましょう。計算しやすく5000だとして 40% ってなってくると、2500も上昇っていう形になってくるので、まあ同じ特大アップでもキープにかかるのかシュートにかかるのかで、パーセントバフっていうのは大きく上昇値が変わってくるというところで、ランアップシュートを選んでいます。はい。でもう一つ目のスキルに関してはバーストロングシュートを積んでいます。でここはロングシュートがおすすめです。サイドの選手、まあ、サイドアタックの選手ですね、にロングシュートっていうのをつけることで、特にドリブル主体になっている選手っていうのはかわすドリブルを発動した後に結構遠めのミドルレンジで一気にバーストロングシュートっていうシーンがあります。そういったシーンで得点率っていうのが上がってくるので、まあ、ロングシュートっていうのは、非常におすすめかなというふうに思います。トップ下で使う場合はですね、ショートパスとかをつけて、ギグスの金のアクセサリーありますよね。今周回で手に入るあれ、ショートパスの、スキルの上昇率アップもついてるので、まあピタッと当てはまるは当てはまるんですけども、まあ、個人的にはあまり、中盤からのショートパスっていうのを、重視していませんので、まあ、しっかりと得点に絡んでくれるっていうところでランアップシュートとバーストロングシュートっていうのをつけています。はい。でドリブルスキルをつけたいっていう方もいると思います。でジャックナイフが、開いてる場合ですね、ジャックナイフインサイシブドリブルがもうめちゃくちゃ強いです。でここにですね、まあ、スマッシュドリブルとかスパイクドリブルとかブースタードリブルとか、まあ、何かしらドリブルを積むとですね、ドリブル3積みになって、確かにドリブルのコンボ連続、連続発動っていうのは起こります。で特にブースタードリブルとかロングレンジドリブルとか運ぶ系のドリブル、をつけるとより、ジャックナイフとインサイシブドリブルと、そのつけたロング、運ぶ系ドリブルの、コンボっていうのが確認できました。はい。なのでもしつけるんであれば、僕だったらブースタードリブルをつけるかなというふうに思います。スマッシュスパイクドリブル両方ともめちゃくちゃ優秀、ブースタードリブルも優秀なんですけど、複合系でなんですけども、まあもともと複合系を2つ持ってますので、ブースタードリブルをつけて運ぶドリブルを、1つ増やして、で一定時間ドリブル大アップ特大アップを、つけておくっていうのが、まあ、非常にいいのかなというふうに思います。なので、ドリブルもう1つ積みたいっていう方に関しては、運ぶ系のドリブルもしくはブースタードリブルがおすすめかなというふうに思います。ランアップシュートと運ぶ系ドリブルっていうのもありだと思います。はい。ただ、まあ試合を見てる感じだと、まあ十分インサイシブドリブルジャックナイフ発動してくれますので、まあ個人的にはまあドリブルスキルは積まなくていいのかなというところでバーストロングシュートを積んでるという感じになります。あとはインサイシブドリブル自体がめちゃくちゃ優秀なので、検証の時にロング運ぶ系ドリブル、ロングレンジドリブルつけてましたけど、まあS ランクつけて検証したんですね。で S ランクのロングレンジドリブルで検証しました。まあ確かに、コンボドリブル、まあ、発動しますけど、まあ何せやっぱりロングレンジドリブルが発動した時にシンプルにインサイシブドリブルとの抽選だったんだなって思うと、いらないかなというか、それをつけたことによって、本当だったら今インサイシブドリブルが出て、その後かわす時にジャックナイフ出てたかもみたいな、まあなんかそういう気持ちになってしまうので、まあシンプルにこれだけ強いドリブルがあるので、まあドリブルスキルは積まない方がいいのかなというふうに思いますので、ライアン・ギグスのスキル構成は、まあ、今のところ見た感じこの2つが非常にベストかなという感じで思っています。はい。はい。そして移籍特訓ですね。移籍特訓に関しては、まあ、当然ですね、このインサイシブドリブル、ジャックナイフ、特にジャックナイフを、連発発動させたいってなってきますので、S のアンタッチャブルっていうのがいいのかなと思います。でもう一つ移籍特訓何がいいかっていうと、まあこちらもですね S のアンタッチャブル、まあ2つ S のアンタッチャブル持ちで、ありがたいことにラン&ガンというところでシュートスキルとドリブルスキルが基礎で大アップついてますので、まあブレイブシュートとランアップシュートとバーストロングシュートはこのシュートスキル大アップとライアン・ギグスにつけることができる今周回で手に入るマンチェスター FC の金のアクセサリー、あれを3つ揃えると、シュートスキル中アップ、発動率中アップがさらにコンボ効果でついてきますので、そのアクセサリーの中アップとこちらのシュート
スキル、ダイアップ、この2つで賄って、あとは、遺跡でいけるものは全部 S のアンタッチャブルにして、とにかくジャックナイフとインサイシブを、ガンガンにマックスまで発動率を上げるっていうのが、ライアンギグスを最強に使っていく方法なのかなというふうに思います。はい。で、そうですね、これまた遺跡特訓でアンタッチャブルに出るまで回しますけど、まあもう今の段階でかなりえぐいです、発動率は。はい。でアクセサリーに関しては、金のアクセサリー、今着ているマンチェスターの金のアクセサリーを積んでいくっていうのが、まあもうそれ以外ないですね、その選択肢、のみです。はい。ということで、ライアンギグスの最強の作り方という感じで、こんな感じですね。はい。はい、ということで、以上でライアンギグスの最強の作り方終わりたいと思います。あとですね、予告になりますが、この後ですね、ワールドツアーのアクセサリーについての動画を上げたいというふうに思います。あとメンバーシップ向けの動画で、ワールドツアーの裏技について継続のお話、それからですね、アセンシオですね。はい。アセンシオがですね、まあいろいろ物議を醸し出しておりますが、一応ですね、アセンシオ完成しました。いろいろと物議を醸し出していましたが、最高にアセンシオ活躍するようになってくれましたので、その動画、これはあのメンバーシップの方で、今日中かな、に動画は上げようかなというふうに思っています。はい。あとは一応ですね、スコールズもごとつして、ベロンもこれ別ごとつできる状況を、で、ファンデルサールもごとつしました。で、なので、ワンビサカ以外ですね、ギグス、スコールズ、ファンデルサール、ベロン、まあ、すべてごとつしていくことになり、なると思います。まあ、ベロン以外はもうごとつしてますが、なので、そういったところでこのクールールの、監督の動きっていうのも今確認しているところなので、まあ、そのあたりの動画っていうのも用意していきたいなというふうに思っていますので、もしまだチャンネル登録していないという方に関してはぜひですねポチッとチャンネル登録していただきたいなというふうに思います。あの通知がうざいなっていう方でしたらベルボタン消していただいて通知オフにはできますのでチャンネル登録だけでもしていただけたらありがたいなというふうに思います。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。